はい、皆さんこんにちは。今回はですね、韓国と日本の関係がこれからどういうふうに悪化していくのかというのをですね、まあ、スケジュール金がね、まあ、私も申し上げてるんですが、ここで一つおさらいをしておきたいなと思います。直近ですね、韓国のムン・ジェイン大統領はですね、アメリカのトランプさんと会談をなさったようです。ただまあ中身は何もないですね、今のニュースで伝えられている限りで。2分ではなく65分会談したということになっております。まあ、その辺詳しくはまだ伝えられていませんね。でこれから日本の安倍首相とトランプ君がまた会談をしますけども、まあ、これもまあ普通に終わるんじゃないかなということですね。で今後どういうスケジュールがあるかと申しますと、10月22日ですね、次はね。なんとね、今年は10月22日お休みだそうです。天皇陛下即位の儀ってのあるわけですね。でこれは別に日本国内の、本来日本国内のスケジュールなんですけども、まあ190何カ国が招待されてまして、まあそれぞれそれなりの方がやってきてお祝いをされるということになってます。でまあ例えばアメリカだったらペンス副大統領が来るんじゃないかと言われてます。まだ正式発表ないですけど、韓国の場合だったらリーさんという首相が来るんじゃないかと言われてますが、ここのところはよくわからないんですよ。で普通にまあリーさんをこう送り込みはいいんですけども、ナンバー2ですからね、アメリカと同じになります。送り込みはいいんですけど、まあ、日韓がこうなってますから、まあ、韓国から言わせると日本がみんな悪いわけでしてそう普通にやりたくないかもしれない。でまあ、最悪というか、普通にやるんだ、普通というか、核を落とすんだったら、駐日の韓国大使が出席するということでも別に、それはね、190何カ国のうち、まあ、100カ国以上はそうだと思いますよ。小さい国とかはね、特にそれがためにね、たくさんお金をかけてね、国の代表団を送り込めませんよ。まあ、だからそのような小さい国と同じような儀礼にしたいんであれば、日本に駐在する韓国の大使の方が来ればいいだけの話なんですが、もしかしたら怒ってですね、それもやらないっていうかもしれない。だから欠席するということになるかもしれない。まあ日本にとっては痛くも痒くもないですけど、ああそうですかって席一つ取られて、混んでるからちょうどいいやみたいになるんですけど、まあその韓国内ではそれでまた大騒ぎをなさるんでしょうね。日本けしからーんつって、何がけしからなのかよくわかりませんけど、まあでも人たちに反日をやるときってこう我々は理解できない理屈を出しますから、まあその辺はようわかりません。で、まあそれはそれで終わったとして、でその次はですね、11月22日ですね、23日かなんかにジーソミアという、この前韓国が偉そうに破棄した軍事保護強化包括協定っていう、ね、軍事情報保護包括協定っていうものが本当の期限切れになる。8月の、ね、22日に通告したっていうのは、あれはですね、あれですね、3ヶ月前通告というよ、そういう決まりに従って、まあ、珍しく決まりを守ってですね、3ヶ月前に通告して、くれたわけですね。それが11月の23日までかな、切れます。で日本人は大半あそうねっていうふうに迎えるんですけども、実は韓国はですね、それに日本がビビってこう貿易の管理強化っていう打ち出した2つの政策、三品の管理強化とホワイト航空外しっていう、この2つの政策を取り下げるんじゃないかと勝手に思い込んでるところがあるんですね。でまあ取り下げることはありえないんで、まあ日本は淡々とその11月23日を迎えるんですけども、ですけども、それをこう情報がないっつって、また韓国では大騒ぎをする可能性が十分にあります。さて、その頃にですね、これ以下私の予想です、予想というか予測です。その頃に多分韓国の LCC の1社か2社潰れるんじゃないかなと思います。もう10月から要は給料を上げない、お休みに入ってくれって言ってる会社がありましたね。でああいう会社ってその自転車操業なもんですから、もう毎月毎月の売り上げが上がらないと回っていかないところがあるんですよ。だからでこの先見込みもないでしょ、日韓がこうまた昔のように多少行き来をすると、あるいは観光客がどっと来るとかって、そういうことって当面なさそうなんで、
そうすると銀行も金貸してくれないでしょうから倒産せざるを得ないということになろうかと思います。まあそれは11月末頃じゃないかなと、まあ場合によってはもうちょっと早いかもしれませんね、その頃じゃないかと。でその後あたりだと思うんですけども、あの例の徴用工判決が出まして、それ各1000万払え、1人に対して1000万払えという判決だったことは覚えてらっしゃると思うんですが、その1000万当然あの日本製鉄も三菱重工もそんな払うつもりない、判決自体が不当であるという立場ですね。で日本政府のその立場を彼らも守っているということなんで、一切そのこうその判決に対しては動きを取ってないんです。ところが日本製鉄も三菱重工もあんだけのでかい会社ですから、韓国の国内に多少の資産があって、それを今差し押さえという状況になっております。差し押さえた状態でまだ現金化されてないんですが、それをまあ日本的には競売みたいなことをやって現金化するという決定が多分この頃11月から12月にかけて出るんじゃないかなと。実はこれ韓国の裁判所がうにゃうにゃ理屈をつけてて先延ばしにしてるんですよ。でも先延ばしにしてるのも一応やつらは自分たちは法治国ということに言ってますから、まあ規定があるんで、その規定に従って進めざるを得ないところの一番最後のところが11月か12月かなと。で、日本政府は金がね、その現金化されたところで本当の制裁を発動すると言っておりました。だから現金化されてしまったらこれはなんか制裁をせざるを得ないんですよ。得ないんですね。ほんで、まあ本当にやるんだったらですね、金融なんですよ。金融面での制裁ですね。まあ例えば、まあ一番すげえのはあれなんですよ。あの日本の銀行、みずほや三菱が多いらしいんですけども、韓国の貿易取引に対して信用状を出してるんですね。信用状をまあ保証してると言うべきでしょうか。まあ要はあの韓国の企業って信用がないもんですから、その物を買うからお金払いますと言っても、そのそれだけの約束じゃ誰も信用しないわけですね。それを日本の銀行が保証してるという形になってるんで、それで韓国はもうサムソンでもヒョンダイでもあのそれで外国との取引が主に物を買うという取引ができるわけです。まあ売る方はね別にねお金もらうだけなんで、どっちかというと物を買う場合に日本の銀行が保証してるというようなところがあって、それやめろと、まあ日本政府としては当然言えますわね。国内の銀行にそんなことをする必要ないと、まあ、それ言った途端に彼らは全部現金決済になるわけですよ。現金決済になると誠にこれがまあめんどくさいというか、まあ簡単に言えば現金が必要ということになりますね。でそれに絡めてではないんですけども、ちょうどその頃に韓国自体が対外的なデフォルトをやらかすんじゃないかなというふうに私は見ております。これはまあ従来何回もこの動画取り上げてるんですけども、韓国自体は外貨準備高4014億あるっていう4014億ドルねあると言ってるんですけど、中身900ドルもねえんじゃねえかという、あ本当に使えるお金はね900億ドルもないんじゃないかと言われてまして、それのですね毎年毎年そのいろんなあの借金をすることによってどうも自転車やってるみたいな感じがするんですよ。で韓国が発表する統計ってまあほぼ信用できないんで、大概今苦しくなってるんじゃないかなと。で先日その韓国 の, あの金融庁みたいなところの役人が日本とはあれですね、あのスワップの協定をやらないかんねみたいな発言をしたのがニュースになってますけど別にそんなもん、そもそもあなたたちがスワップいらねえっつって延長しなかったわけですよね。3年前に4年前か、うん、それを今更やりたいって言ってまして、まあそれがないと困るということだとは思うんですね。ここ何回かニュースになってますけど、水面下でスワップやろうよって何回か言ってきてるらしいんですけど、当然日本はそういうことを受ける立場というかもう状況にはないわけであって、スワップなんか受けた分にはもうそいつがその官庁とかのその役所とかその人がもう袋叩きになりますね。だからまあ当然やるつもりはないと。そうなると本当にこのデフォルトっていうのは、例えば韓国政府が発行した債券、あるいは韓国銀行が発行した債券が、支払い日になっても支払えない、償還不能という事態を言います。まあ簡単には借金払えねえよっていうことなんですけど、
そうなるとどうなるかと言いますと、これはもう大変なことでございまして、国の信用がゼロもしくはマイナスになるわけでして、どうなるかな、簡単に言えば、株価とウォンというのが暴落しまして、で、国内的にはハイパーインフレになるんだろうなと。で、そういうことってそんなありえへんやんというか、思う人もいるでしょうけども、いや、まれにというか、よくあることで、例えば最近だとベネズエラですね、2004年にやらかしてます、でもっと最近やったんじゃないかな、ジンバブエもやらかしてますね。でこういうところでは本当にハイパーインフレになって、もうどう言いましょう、トラックでお札運ばないと物買えないっていう、そういう事態になったりもします。かといって国が滅びるって、形の上で滅びるんですけども、みんな一瞬ド貧乏になるわけですよ。そういうことになるんじゃないかなというふうに思います。じゃあそれもこれも、この日本が貿易管理をちょっとだけ厳しくしたという措置に対して猛反発した結果でして、もうちょっとね、穏やかに徴用工判決もなんとかこうなんかんとかって、もう少し穏やかな対日姿勢であれば、そこまで行かなくてもよかったように思えますし、そこまで行くかどうかってこの3回ですけどね。で、私が今言ったようなことというのは、私の予想が2つ入ってますけども、来る可能性が僕は高いと思ってまして、それも3ヶ月の間に来そうな感じがしておりまして、別にデフォルトなんて明日始まってもおかしくないんですよ、実はね。ですんで、彼らは今の反日政策っていうのを変えられないと思うんですね。今のムン・ジェインさんが大統領である限り。だから非常に確実性の高い未来が見えてきているんじゃないかなというお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。